番組はね、大体夕方の夜型の番組なんですよ。あ、そうですね。普通は何時？もう8時ぐらいぐらいから。ぐらいからこのトーク撮ってるんですけど、今2時半ですよね。頭まだ寝てるからよ。この番組やっぱこんな昼から撮るもんちゃうな。オープニングも早かったから今日。そう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 。もう今日あんたもう9時10時に起きてたんだろ？そうやっちゅうねん、お前。俺もう9時頃には目覚めて、うん、なんや焼き魚焼いたの。ほんまやかな。もう焼き魚焼いて自分で食ってきた。朝飯。そうそう、ネクタイやってあげて。誰のやん。それ嫁はんやん。ほんまやほんまや。どうしましょう。今日ね、時間ないんですよ。全然。でも10分15分ぐらいでもう帰らないといけないのね。いやいや、ほんまええもん、下手俺もお前らなんだ。お前らみたいなもんには全然関係ない。ほら、もうこっちの都合や、ボケ。定額所得者だもん。お前らそこは怒ろうや。なんで手叩いて笑ってんの。ええやつらやな。じゃあ俺は怒られへんよ。だって全然金持ってへんで。こんな分かったんで下降りて、お前財布見てみや、2500円とかそんなんや。しょうもない、こんなもんお前読んでお前がやったって帰れ言うたってタクシー代もあれへんや。お前なんか早い時間の時むちゃくちゃやな、なんか違う意味で。いや、まあマジでもうね、どうですか最近はね。いや別になんて落ち込んだ。この間もなんかね、はいはい、要はこんなちっちゃい新聞あるじゃないですか、夕刊紙、なんか夕刊富士みたいななんかちっちゃいやつ。じゃえっ、ね、一ついい話があってね。言えや。あんねやったら言えや。いやいやいや、やらしいやつやな。はい、なんですか。この夕刊紙みたいなのあるじゃないですか、ちっちゃいやつ。ん？何これ何？ご聞こ。有観視あるじゃないですか、ちっちゃいやつ。有観視みたいなちっちゃいやつ。有観視みたいなじゃない、有観視、ちっちゃい有観視あるじゃないですか。有観視みたいなちっちゃいやつ。みたいなじゃない、有観視があるじゃないですか。あ、有観視がある。ちっちゃいのが。有観視がある。有観視がある。僕が有観視。いや、君じゃなしよ。有観視があるじゃない。あ、有観視がある。有観視があるじゃない。いや、有観視がある。分け目変わるわ。有観視が、有観視がある。見下ろしの。はい、何ですか。有観視があるでしょ。あ、ありましょう、ありましょう。萌え。いやいや、あるよ、なんや。あるでしょって。でね、僕の顔写真載ってたんですよ。もう有観視に。うん。何やろなと思ったら。うんうん、おつ借金してるとか書かれて。それ何、まだスクープなんそれは。いや、もう何や、分からんわ。それは俺知らんわ。なんか借金してんねんて。あ、でこういろいろ調べたら、うん、隠し子がおるらしいね。え、嘘、俺そんな知らんで。何それ、何新聞。現代か、現代、現代。それお前だんだん会社より立ちは悪い。立ち悪いよ。もう一つ調べたら、あの、うん、バブルの頃に俺がごっつ株に、株をごっついやってて、うんうんうん、でバブル弾けてそのツケ回ってきて、うん、でその金があって、うんうん、その二つの理由でなんか金どっかから借りて、うんうん、借金ごっつある言うて借りた。で吉本の関係者に聞くと、うん、何かの間違いじゃないですかって、うん、吉本は言うとんのに、うんうんうん、いやそういう理由や。で大阪の某プロダクション幹部が語る、うんうんうん、浜田はね株に手を出してたんですよ。お前誰やねん。株に手出したいう話は俺今初めて聞いたわ。いや、だから手出してないよ。だからそんな、そういう理由、ね、そんなない話は初めて聞いた。そうそうそう、その前もない話じゃないですか。うん、いや、隠し子の件に関してはもうほんまあんまりやめやめやめやあんまりそんなには言われへんから。もう何、中学生ぐらいになった。違うわ。なんでそんな大きいねん。中1、もうなんでやあの子にお年玉あげた。秀明君。誰や秀明って。いや、びっくりしましたわ。
俺も前なんか書かれてたね、ガキのスタッフかなんかの AD の子かなんかに、うん、ガキで何かを使って、うん、何だったかな、なんか生き物なんか食えとか言うて、うん、お前が言うた、俺がごっつい大変なやつやねんて。でもそうやんか。なんで筋君、筋君やめよ。わかるけど大変なやつで、なんか AD のやつに無理やり食わしたとかいうのがまたなんか載ってたわ。それはいつの時や。サイさん、サイさん、もうな、勝手なことばっかりな、まあな、そういうの書いてましたか。この間ね、そうそう思い出したわ。じゃ、電話、はい、携帯、俺よ電話、いたずら電話かかってくるんやんか、はい、もうほんまに、はい、多いのよ。何、うん、か言うたらボンバヘ。でそれをまだテレビで言うたら、うん、昨日かなんかまだ、まっちゃん、ボンバーヘイ行ってくれてありがとう、やっぱりまっちゃんだよね、僕も行った甲斐があったよ、また新しい歌聞かすから、うん、ありがとうってプチンと入ってたりするんですよ、うんうん、で遊ぼうとかいうやつもたまに、誰やねんお前、なんで俺らお前と遊ばなあかんのじゃ、ほら、うじ虫ボケしねえ言うたんねんけど。しょっちゅうかかってきよねん、そいつ、うんうん、男やろ、男やねん、うん、ほんでこの間までバーかかってきて、もしもし、まっちゃん、まっちゃんって言うから、誰やねんこら、ウジ虫死ねいや、死んだれ、誰に言うてんの、ウジ虫言うね誰に言うてんねん、誰ってお前やろ、あっこやけど。ウジ虫はアッコやったん、それはまた違うんや、バカ悪いっちゅうかなんちゅうか、もうすんません、すんません、うちな、何年も芸能人やってるけど、そんなん言われたん初めてや。ウジ虫まあまあ、ええやん、ほんま、あのね、声ね、やめて、あの声、おっさんみたいな声、どう考えても女やないもんな、どう考えても女やないねんもん、声がな、そうやねん、間違うっちゅうねん。いや、そらちゃわないで。俺悪ないよな。悪い。やったかな。まあ、まあ、やったったらええねん。ただあいつ、もでかいからな。もでかい。狩りがすごいやん。わだってな。黒い野郎。おい、遊びすぎ。たまちゃんが常に愛用しているそのシュークレットシーズはどこに行けば売っているんですか。シュークレットシーズお前舌も回ってへんのかよ。デビュー当時と比べて松本さんとの身長差が縮まっているのが気になります。普通のスニーカーですよ。ちょっと見て、浜村淳みたいになってないから見て見て。いやさあ、シュークレットシューズって何やねん。シュークレットシューズになんやねん。シュークレットシューズやないか。シークレットシューズやろ。それはまた別のもんやろ。そんなシークレットシューズいうのはどういうもんやろ。中にクリームが入ってた。中にクリーム入った靴履いてどうすんの。おいや、おうやないのな。なんや。いや、お前鼻水出てるわ。なんや、何だから違うやろ、シュークレットシューズって書いてないやろ。シュークレットシューズ、鼻水拭けや。シュークレットシューズのこと俺今言うてんねん。それはシークレットシューズのこと言う、鼻水拭けへん。お前はシークレットシューズのことを言うてるか知らんけど、俺はシュークレットシューズ、違う違う、ハガキはシークレットシューズのことを言うてんねん、鼻水拭こえ。お前はなんでシュークレットシューズを履くの。いや、俺履いてないもん。そんな靴知らんし、履いてないし。なんなんやねん、息継ぎみたいなのなんやねん。
ゃあこれは普通のスニーカーですよ。で彼が言うてんのはシークレットシューズ、はいはいはい、でも僕は履いてませんよ。でも君はシークレットシューズの話をしてるんですよ。してるでもシークレットシューズというのはどういう靴かわからないから教えてください。教えてください。はい、教えましょう、うん、シークレットシューズというのは中に、あ、クリームが入っているのをシークレットシューズと言います。わ、うん、かりました。それでは私が言います、うん、はいはい、なぜあなたはそんな靴を履いているの。履いてないんだなあ、そう言わなあ、ごめん、うん、あ、そうか、早いこと言うたらよかった、うんうん、シークレットシューズ、長いクリームが入ってる、履いている、うん、靴履いている、履いてない、あなたは履いていない、履いていない、履いていない、わかりました、はい、もう履くないや、履いてないあ、履いてない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 、わかった、はい、これで気持ちよ、もうこれでこれで気持ちよ、もう OK ね、うん、はい、あ、ありがとう絶対アホや気がわからない一番最初に言葉を喋った人はどこの何という人ですか。そして何と言ったのですか。あなた初めて喋ったら何て喋りました。この浜田雅俊生を受けてから、あのなんか長屋で生まれ。お前言うてることで悪いことあるやん。ネズミ小僧も目を伏せた。なんで目伏せんねん。あいつは平等にやらないかやないか。あなたは初めて何と喋ったのですか。まんまとかそういうことちゃうのかな。そうなんですかね、うん、普通はね、まんまとかね、うんうん、僕は親に聞くとね、うん、あのヨシンバってやったらしいそれなんかあってそれに対して何かを言うたんですか。生まれてすぐ喋るやつがいやいや、初めて喋ったのがヨシンバですから。ヨシンバ何なんですか。ヨシンバそうだったとしてもだから、何かがあったわけですね。そうそうそうアホか。いや、なんかね、あのガイが泣いてたらしいんですよ、はいはい、で、あのこんなん泣いな、これ以上泣いたらほんま捨てんぞって親父に言われた時に、うん、初めて僕が喋ったのが、ヨシンバ泣いたとしても長いなこれ何と言ったんですか。誰がこの初めて世界で、こういうやつらはあれじゃない、おたけびとかそういうとこから入るんじゃないですか。それは初めて喋ったことにはならないんですよ。会話どういうこと。え、そうなんやねん。どういうのみあ今あんたの回路のメモリ1になってる松本さんは昔セクシーという暴走族に入っていたそうですが今も松本さんの入っていたセクシーは活動しているのですか。いや、それまだありえへん話やけどもね。ちゃんと入ってました。入ってましたというよりも私が入れました。何を誰を。僕がセクシーという暴走族を作ったんです。はいはいはい。だからみんな僕を入れました僕が入れましたいやだから あんたが頭やったわけ。僕が頭でしたね。どの辺走ってたんですか。かなり走ったな。それ雨で作ってたわけね。うんうんうん、うん、どの辺まで行くのよ。まあでも横浜とか湘南雨や行くねお前兵庫県から横浜までじゃあかなり走った言うとるやんあ、そういう意味のかなりかいな。そうそうそう。もうお前一回走りに行ったら一週間ぐらい走るの嫌やろ。いやいやだからね、そんなめったにはね、あのそうやろ。そうやね。一回走ってその辺の遠い方まで行くんやから。かなり荷物も大きかったからね泊まりかい。そりゃそうですよ。暴走族は泊まりの用意して走るんですよ。それ小旅行や。小旅行っていうか小心旅行ですけど。何の小心やん。まあ本当にあのすごかったですよ。寒かったからね。え、寒かったからできなかったんですよ。続けられなかった。え、どういうこと。寒かったってどういうこと。やっぱり暴走族と言われる以上、うん、いつでも走りたいじゃないですか。ほう。ところが僕たちはほら寒いんですよ。やっぱりブラだけだからあの普通の暴走族ってこう長いね刺繍入りのやつとかがまあ言うたらユニフォームですわ、はい、セクシーのユニフォームっていうのはブラジャーをブラで大体走るんですよ。ヒールですからね
足元はね、ええ、これがね真冬には辛いね。せやろな、うん、ほいで基本的にこう乗るからねヒールでこうやるから、ね、それスクーターやねいやでもセクシーやから。いやまあセクシーやろ。基本的にはこう足組んでね、腕もこうや。いや何何ブランデーグラスか。たまにまあチョコつまんで。何を抜かしとんな。キッスチョコレートつまんで。銘柄決まっとんの。みんな見るやろ。うん。うわセクシー来たで。セクシー来たでセクシーって言うの。あそこ叫ぶ。今あんまり人気なかったやろ。いやいやいや、それはもうあもう我も我もってファイトファイト。うちは5人しか取れへん。いやいやもうもうしゃあないねんって。うん。浜田がほら残って一人一人。俺が急いとんねん俺が急いとんねん。ほんまにな、こうやってね来てくれる皆さんがこうやって来てくれることが当たり前だと思うなよよっ神お前なんか終わったらそしてうつけしてー帰るやんか、みたいな顔して帰るやんか。お前何履いてんの。俺おい何履いてんのな、お前帰った後俺なんか常に下でほんまありがとうありがとう、そしてさようなら。やがましい。こんばんは。すいませんな、皆さん長いこと待たしてね。うん、ほんま大変ですよね。はいね、頭痛ってね、今日も寝不足ちゃうか。寝不足かもしれんな、うん、昨日なんや5時ぐらいに寝て目覚めたら、うん、4時やったからねそら寝不足けもう一回寝たらほんまに起きひんわ、うん、まあそれが分からんねんけどな、俺はな絶対起きひん。ガーン蹴られたら起きるやろ。いや多分余計はするけど起きはなんでよお前寝てんねんやろ熟睡してんねやろ、うん、いや、そら蹴られた。いや、そらもうってやりますけど綺麗やな。もうさ、もうガーンいや、起きてんねんいや、起きてない、起きてない、起きてない、それは全然起きてない。なんでそれは無意識に出んの。ああ、そらもう僕はその全部足して何も36段ですからね。せや避けてへん避けてへんあのね、うん、あのね、うん、ここがすごいとこで、何何ツッコミと、うん、ね、そういうのとは僕は使い分けてますから。あ、もう俺が出す手はツッコミやと。コメディアン回路に今はなってますよ。ただ武道松本、松本武道武道松本、松本武道。なんで2回もそれリピートせんでいいのチャンネルに切り替えた時は、うん、はぁーおーはぁー、フラーさしませんあ触れさしませんよ。まあまあそうね、触れさしませんよ。これはまあ業界用語だけど、ほら武道の業界用語で触れさしません。はい、すいません、はい、切り替えてや、ちょっと何を今その武道にチャンネルを切り替えてもいいですけど、うん、うん、ヒゲははいやいや、コントするんやねんお師匠にならんでもええねん、チャンネル切り替えろって。ヒゲなくていいの。ヒゲはいらんわこんな長い面とチャンネル変えましょうか。変えてください、ね、ちょっとは何ですか。ここんとこグイッてやって、ええここんとこグイッてやっていや、ただの肉ですけどええねん、それはチャンネル変えない。あ、すいません、すいません、グイってやって、あほんまかい。もう今切り替わった。
そう。あ、目つきが違う。眠たそうや。眠たそうやってんねん。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、お前早いわ、そんなの。ちょっと待てよ。待て、違う。俺、わざわざ行くでっていうの姿勢とって、ゆっくり出せ。今のはパシッとやってくれんと。で、ああ当たってもたって思った。そんなすぐ来る思えんがな。俺にしたら構えたやん。っていうかね、やっぱりね、こういうね、客がおって舞台の上でね、なかなか武道松本、松本武道になれないなんでやねん。いや、それは日本酒の一杯も飲んで、やっぱり神棚にちょっとお祈りせんことには、そらなかなかなれないじゃない。きつい武道やな、うん、なんでこんな話になったんですか。一回おさらいしよう、一回な、おさらいしよう、ちょっと待って、うん、え、ヒゲはそんなとこからおさらいしたって、ケツからおさらいしたの。最初からやったらええねん。スコと喋りながらなんで鼻かかんの。ヒゲは、はい、ヒゲは何を言ってるか分からへんから。もうじゃあ月夜でやりたいけども、ヒゲはから、ああもっぺんやるんですよ。ああ頭からか。そうそう、ああ、はいはいはい、ヒゲはいらんもん。おしゃはんやないんやから。ああそう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 、こんな長いずらんもん。そうそうそう。何や、何見てんねん。なんで泣いてんねんもん。涙目なとん。泣いてへんがん。そんなん人も。分からんよな。もう分からん、もう知らん、もう知らん。お前がいらんこと言うからやろ。最近変わったことありましたか。え、おお。ハンガーマンやな。何。またなんか俺が前は何やねん。なんか俺はもうナンパしたとか言ってまた書いとんねやな。ええやんな、もういつものこっちゃ。あんなこと言われたってしゃあないやな。あんなこといちいち言われたって。おお、ハンガーマン。かけてやるぞこの野郎。テレビのエンディングの時など浜田さんは必ずさようならと手を振ったりするのに、さようなら、松本さんは何も言わないのはなぜですか。どうなんでしょう。あなたはよくどうなんでしょうかね。お前やんけ。あなたよく、いやこれはもう逆に俺から言わせてもらうよ、うん、あのテレビの番組で終わりにさようなら、ま、来週のこの時間までごきげんようとかやるやんか、うん、なんであんなんすんの。ファンが欲しいの。ええ人やって思う。それ見てええ人やって思うか。締められへんやんけ最後、さよならって言うとかんと。そうか、締めの言葉もなしに番組ずっとこうやって終わんのか。振ってそんな、なんで媚びを売ろうとするの。媚び売ってないからさよなら言ってるだけよ。じゃあそんなんダメですよ。僕はそういう男ではないのですよ。せこうやって見た感じ全然せこうやって言うか。せこうやって。僕はね言うときますけども、気持ち、気質わかんねえよ。性格的にはドーベルマンやからね。ドーベルマン根性やからね。たまーにするときあるやんね。ないですよ。いやありますよ。いや俺今まで番組で一回もさよならって、たまにさよならとは言えんけど、たまにこうやってる時ある。あんねんあんねんあんねん絶対あんねん。あれはなんで。っていうか俺テレビ、まあ、出たことない。嘘つけよ。知ってるやん。ああ。たまにする時はなんか理由があんの。ないわ。ないって俺はちゃうねん。あのな、なんて言ったらいいかな、僕は視聴者の皆さんとずっと一緒にいや、そうお前が思ってるだけやろ。いや、見てる人は違うの。一回一回の別れなんて必要ございません。思ったこともございません。いや、そんなんどうでもええねん。え、たまにこう
残すのはないんや。あ、それはあるあう。あ、大平さん。それはあ彼女と別れた時じゃないですかね。え？何？あ、さよならと。そうそうそう。あ、ここでやってんねん。まあまあ、それはあんたの勝手やからな、ええ、あ、そういう意味ですか。でもたまにあの女にね、うん、今度テレビ出たらこんなん言うてよって言われる時ないですか。ないですよ。あ、そうですか、うん、お前あんのか。どんなこと言われんの。え、何や何。どんなこと言われる。名前呼んでとか言われる。ちょっと痛いなそれ。言えるわけないがな。そうそう、そんな言えるわけ。いや、やったことない。やったことない。あるか、この公共の電波を俺は個人的に使ったことは一回もない。なんかでもどっか触ったらとかそんなやってんちゃうか。お前どっか触ったらどういうことやねん。いや、こうやってよう触ってるけど今日行ってやるでとかって言われた、うん、それそのまんまリボンつけてお前にあげる。なんでやねん。絶対お前やん、そんな。アホか、お前。そうやろ多分。いや、絶対お前。俺言われたことないって。そんな、うん、なんや言うてとか。いや、言われるんですよ、タレントって。一回はそのぐらいのことは感じる。言われる。そうですか。今、ふんって歌も合図かなんか。っていうのは。そうそう、今日の夜は行くでって。なんでやねん。キリンの角みたいなものの先に丸いものがありますが、あれは一体何なんでしょう。丸いものってあれは角じゃないんですか。まあ角なんでしょうけれども、うん、何なんですか。あれは形やんか、こう角があってこうなって。でもおかしいやんけ、なんであんなポコってなってんねん。あのままスーッとしてたらええもん、なんであっこでポコッとなってんねんっていう話や。お前言ってること分からへんもん。スーッとなって丸くなってるでしょ。形やんけ。だからここちゃんと意味があってのことなんですよ。ああいうのには全部、物には全部意味が。いや、お前またバカ言おうとして必死になってそうに言うてんねん。あれは形やんけ、どう考えたって。違う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 。スルッとしてたら手で持った時にスポンって抜けるんですよ。持ったらって持つことあれへん。いやいや、ある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 。いや、持つことあれへん。頭の上に乗るじゃないですか。乗れへんやん。こう持つでしょ。いや、乗れへん。キリンが動いた時にボデーンボケるやん。あれがなかったら。あ、絶対必要なんですけど。滑り止め？ていうか、こうするじゃないですか。ほな、キリンこう歩くじゃない。いや、あの、何が？キリンは乗るでしょ。乗れへんけどね。乗るでしょ。乗れへんけど、まあ乗ったでしょ。こうやるんですよ。ほな、キリンこう歩く。こっち曲がるときはこっちだけ。そこには行けへん思ってたわ。そのゼンマイみたいで動くの、こうこれでグッグッグッって動かしながら。というか常にあるでしょ、うん、これと足はもうそのまま連動してますから、ね、完璧に。で、ここのとこボルトみたいなの締めてますから、これを引っ張られるとここに。買ってたどっち。俺は S ですよ。 S っていうのはだから S はやる方、やる方、うん、どっち。え、 S な、 なんか自分こうグーってやられたらあーんとか思うんやろ。あー、まあね。え、いや、ほらあるで誰でも。俺分かれへんもん。グワーッとやられたら何しとんねんこれボケってなるから。あー、そんなことない、そんなことない。いや、ほんま俺ね、ちょっとだけね、こんなこと言うたらね、誤解招くかもわからんけどね、ちょっと干潮してほしい。いや、ちょっと待って、俺な、かいも。いやいやいや、ちょっと干潮してほしい。喉チンコ見えてる。これね、でもね、これはね、いや、メガネはめてへんやろ。何しとんの。ちょっと何スポーツメガネしとんの。
これはね、ほんま笑ってもらおうと思って言うてるんじゃないんですけど、俺は絶対ない。あのね、昔ね、俺これやめ言ってんの何もないやねん。その日その日の癖っていうのがあんの、俺には。癖か知らんけど何もないねん。これやめよ、ほっといてくれ。いや気になるやんか、話の途中でこんなことだから。俺がもうメガネかけてるやつやと思っといたらええやない。分かったわ、そうするわ。ごめん、もう話進めへんし。ほいでな、キーボー打たれる。それは無理からやねん。ほいで昔あの病院行った時に、ケツに思いっきり指入れられたんですよ。はいはいはい、日本。はい、ほいな、俺足をガー上げられて、ケツにガー指入られた。もうめっちゃめちゃ嫌やねんで。まあ痛いしね、めっちゃめちゃ恥ずかしいし。そんなもん絶対されたないよ、されたないけど、ちょっとだけなんか笑ってたもん。殺されながら。いや、そんなには笑ってないねん。もう半笑いでもないねん。あのね、いや違う違う、それはしめしめの顔やん。それなんか企んでる顔やん。いやいやいや、っていうのがちょっとあるんですよ、やっぱり誰でもね。いや、ない、それはない。わからんかな。いや、わからん。あ、そう、俺な、腹立つのな。そうや、俺最近な、携帯電話にな、しょっちゅういたずら電話してくるやつおんねや、な、メッセージ留守電にいっぱい入ってんねやんか、あれメッセージ1回聞くのに携帯電話な100円かかんねん。1日10回やられたら1000円やねん。なるほどね。それずっとやられたらな、もうあかんねん。なんででも携帯なんかバレんの。それは俺がいろいろ教えてるからやろ。ほなええやんけ、しゃあないがな。そんなもん手当たり次第に教えるから。お前そんなことしてないわ。そうやけど、お前教えたやつから絶対派生していってるわけやろ。ほな教えへんよ、めったに。そんなには教えへんがな。そんなには言うたって教えてんねやんけ。吉永さゆりだけやがな。お前アホか。どこに設定あるの。そうやけども、さあ教えろ。お前が悪いよ、そんな。いやいや、そんなん言うたってかけてくるやつが一番悪いやろ。お前俺の電話をこんなに知り渡ってしまった。お前が教えたからやろ。俺の電話を知ってる人。いや、おっても言わんわ、そら。あ、そっか、あ、そっか、そっか。そら、ボンバーヘッドって言うたやつ、なんかおるかもわからんもん。いや、この中にはおれへんやろ。なんで。本番前聞いたらまだ入ってたもん。いや、そら別に入れれるやん。本番前聞いたって。なんやん。なんで勧められんねん。どこ見てんねん。何しとんの。何も食うてへんがな。何用事で、はぁ、こんなことしてんの。お前こんなことで金使いたないやん。俺だって聞いたで、なんかどっかのモデルが、どこのモデルやったかな、なんかスーパーモデル、6億やって、年収が。かあ、もう俺らなんか全然モテるわけよ。で、6億。そうそう、だから俺らやっぱもっともらわなあかんって。あかんね。もっともらわなあかんよ。だからね、やっぱりね、ガキかってね、こんなもんね、タダで入れてる場合ちゃうんって。というてね、そら入場料取んのはどうかと思うよ、でもこう出てきた時にちょっとおひねり投げるぐらいのね。いやいや、いや、それお前それ拾うか。いやいや、それはなんか、おひねりとか、そのなんていうん、カステラとかね。そのなんで甘いもん欲しいの。怖いわ、そんな和道解放みたいなクッキーとかね。いや、いらんやろ。なんで欲しいねん。そんな見つけの大変やん。源氏パイとか掘ってこりゃ。こいつは何にも出せへんからな。確かに言えてるよ。喋ってる途中でタッと走ってこいよ、ここまで。おお、そんなんじゃ、お前おかしなやつ食うか。あ、そうか。お前さ、やけど俺に完全にターゲット絞ってて、包丁男がやな。ダーッ喋ってる時に向こうから包丁持って、松本気づいてない、松本気づいてない、 SOS 松本、松本気づいてない。オーバーの時お前どうすんの。助けるか。でも俺も危ないからな。
そこがやっぱお前俺と違うとこやわ。ちょっと待って、君はどうすんの？そりゃもう俺の得意のもう忍法ですよ。言い過ぎ。いつも持ってる煙幕を。何？ボーンって。それお前が消えるだけちゃう。こんな人来られたらどうすんねんお前。え？こうやって来られたらどうすんねん。出番持ってこうやって来られたら。こんなん？ちょっと待って。やっくんや。こうちゃう。な、足はじっとしとけ。なんでこうやん。いや、ジタバッタのこと。そらお前がいざとなったら、ボーンって逃げるかもしれない。ボン、あーあー、なな、消えへんねん。当たり前やんか。え、あれ普通これだけで消えるんじゃん。これやってから、あー、チャカ持ってきたら通用せへんかな。通用するよ。あ、そうだー、はい。いや言うてるわけに、はいってひるむやろ。はいってこいつってこう思ってる瞬間にパパラパン。誰やねん。松本さん、まーさんの前世をそれぞれ詳しく教えてください。お願いします。僕はね、こんなこと言うと誤解されるかも分からへんけど。なんかやめとけや。ああ待て、なんで消えなあかんの。僕はね、ランボルギーニカウンタックやったんですよ。ただね、これね、このハガキを読もうかどうしようか迷ったのね、うん、ほな俺の前世なんやねんってお前来るわな。はい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 。でね、これね、うん、言えないじゃないですか。待てや。放送コードやねん。めっちゃ聞きたい。俺は一体何やったんやろ。今一生懸命生きてるけど。まあ、あえて言わせてもらうと、みたいな。別に面影ないしやな。とりあえず口に入れてから何か考えてみようみたいな。おもろいな。俺そんなやつやったんか。なんかもう水に落ちてもうわー笑ってるみたいな。それはなんやねん。苦しいのもようわからんみたいな。そんなんやってよ。怖いわお前。最近マッキントッシュを買ったんですが、ハードディスクのシステムホルダーをダブルクリックするとアイコンが消えてしまいます。なぜですか。知らん。悪いけど分かれへん。何を言うてるか分かれへんわ。ちょっと、まあ、そらなあ、お前はもう、うん、そういう人種やったんやもんな。こんな文明機。ちょっと待て。前世やろ。まあ前世で、うんうん、ハードディスクのシステムフォルダーをダブルクリックっていうのはどういうことなんですか。ね、2回クリックするんですよ。いやこれマジでクイってやるんですよ。機械やろ。機械ですよ。マッキンクイックイっていうのはないの。お前つねってるやんけ。じゃあ紐があるから。紐状のものがあるから、それをクイックイってやるから、それを2回するシステムホルダーじゃないの。こういうこんなとこにこうぶら下げられるようなやつがついてるんですよ。キーホルダー。ついてるんですけど、それのこと、それはまあどうでもいいんですよ、うん、マイコンが消えてしまいますと。それをするとね。そうだからクイックイってやると消えてしまうんです。消えてしまいます。なぜですか。いや、それはもうもちろんそうやろね。だからあれはね、ほんま最終的なとこなんですよ。どうしようもない時にやるんです。それやったらもう全部消えてしまうから。コンセント抜いたら消えんちゃうん。全部なんか消えへんや。それはちゃんと覚えてますから。覚えてマッキントッシュが。あ、そうなんですか、うん、対処法を教えてくれって。うん、あのね、裏にね、うん、緑のランプがあるから赤のランプに交換して、これね、すごい難しいねんけども、
ランプを交換すんの、うん、でビデオ2にせなあかんねんお前の家を見るときにそうすんのやろ。ビデオの話や、入力を切り替えなあかんわけよ結局、うん、簡単に言うとね、はいはい、お前構造分かってへんやろ。分かってないから聞いてるんじゃない。海に落ちて死んだ口やからよう分かってない。なんで死んだんかも分かってないんやから。まあまあ前世のことは言うなもう。分からんな説明は。いやいやそれ。いや紐引っ張れんかったらええだけやろそれ。だからお前知らんねんもんマッキントッシュのこと。いや知らん。だから紐引っ張れんかったらしまいの話しちゃうのか。いやいやもう一回引っ張ってもうたらあかんやんか。えもうダラーンって伸びてもうてるからいや違うだから引っ張りすぎやねんだから黄色いテープ出てもうてるからラブホテルのフロアはどうして部屋から見えるようになっているのですか。見えるということは、うん、見られるということですよ。はい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 ね。そうですね。嫌やんか。何がですか。風呂入ってんの見られんのって嫌やろ。なんでかっこ悪いやんな風呂入ってるとこ見られんのって。あ、そうですか。というかお前風呂で何してんの。女の子はどうかわかんないですけどね、うん、男はこう風呂桶とかこうするときに玉がベロンなるでしょ。もうあの玉がベロンなってんのを見たらもう年やなとか思うじゃないですか。こうやったときに玉がベロンなってパって鏡見たときに老けた。それはお前が思うことやろ。わかるけどやな。いやなんでね、まあまあつかっていうことなんですけどね、うん、でも僕はあんま好きじゃないですね見えるのは、うん、あとあの女とお風呂一緒に入るのも嫌ですからね。あそうなんかあれ嫌やわ。どうもうそれやってもうたら終わりやろみたいなのあるでしょ。なんかねん終わりってやっぱりほらなんぼ恋人やろうが嫁はんやろうがどっかで守っとかなあかんとこってあるじゃないですか。もう風呂一緒に入ってもうたらもう終わりやん。もう卒業証書やん。そんなババ見られたりするの嫌やんか。それやったらそっちの方がそっちの方が卒業証書やんけ。あこれは今いいこと言った。うんこしてるん見られんのは卒業証書そやろ。そらそっちの方が卒業証書やで。当時ですよ。もう当時読まれました。さあ松本さん、はいはいはい、今日はガキの使いのスペシャル、まあ、普段30分ですけどこれ今日は何分あるんでしょうか。2時間2時間普通なんかもうちょっとほら、何でしょスペシャルらしいとこでやるじゃないですか。そうそうそう後ろひな壇になってて、ゲスト座ってからね、全然ないですよ。いつも通りですもん、まあ客も小汚いし小汚い、まあ、いつもより 1.5 倍小汚いですから。あ、いつもより小汚いですか。大体こう出てきた時の瞬間わかるでしょ、うん、そのわーとかいうのがね、そう感じがわかります、ね、わかりますね、今日はどうでした。今日まあまあまあ多分ねこう今日出てきた時のキャーはね、うん、思ったよりほら僕ら190と180ぐらい、うん、あ思ったよりっていう、ああテレビで見るよりでかいなこいつらっていうことですかね。いうことでしょうね。うん、それって考えられる、ね。まあまあまあ、まあ、驚きが入ってたんですね。ああそうそう。なるほど。今日はあのスペシャルですから。はいはい。今日は一応罰ゲーム。私あの前に紅白かけて負けてしまいました、はいはいはい、もうないんかなと思ってましたよねこの。そうそう。だってあの去年の暮れのことやから、ね。テレビ見てる人ももうやれへんのかいって思ってたみたいなんですけど。ええ。まあ今日はちょっとスペシャルですから。びっくりしましたねあの罰ゲームはね。俺がな。あれ。あなたあれを北斗の拳の格好してね。なんで。ちんとこ行ってお前はもう死んでいるって言うからね。あなたはすごいらしいじゃないですか。何がやねん。なんか初登場1位らしい。ありがとうございます。本当ありがとうございます。これはね。本当ありがとうございます。もう俺の手の届かん。いやまたこれでこれがガッなるやなるかそんなの歌を歌うぐらいでですよね。いやほんでね、うん、結構店行ったらね、へへないとか言われてたんですよ。もう売り切れなんですよ、ね、そんなこと自分で言えません、ね、いやじゃあなんでかって言うたらそれ自分で確かめたんが、うん、僕この間ドラマのスペシャルで沖縄行ってたんですよロケで、ドラマもやってるんですよ。
いやもう俺なんてもうあかんもう置いてかれるわそんな話聞けやちょっと沖縄行ってて沖縄いや待てかっこええわ沖縄行ってたのいやなんで俺相方と中世なの沖縄行ってて、でレコード屋あったんですよ、はい、ないないって言ってるから、はい、これ一発行ってみようか、はいはいはい、あれレコード屋入って、はいはいはい、なんか店長のおっさんやったんですよ、うんうんうん、で多分僕って分かってなかったんですけど、うんうんうん、すいません、うん、はいちょっと機嫌悪かったんですよ、うんうん、あの H ジャングルの CD ってありますかねって言われたら、うん、ああもうねとりあえず今ないんだよあそうなんですかあほんまやわいつ入ってくるか分かんないよあ、そうですかなんであんな曲が売れるか分かんないんだよなあいやいやでもそれは嬉しいことやんかいやほんで若い店員の兄ちゃんこっちで CD 片付けてたんですけどでそれ聞いててパッと俺見てあっていうの顔してたから兄ちゃんは半笑いやったんですよ俺がおっさんに怒られてんのおっさんはもうなんであんなが売れるか分かんないんだよないやでもそれはええやんいやだからさ今ちゃんと身に染みて今感じてきたんですよ私は沖縄行ってないって言うからもうこれは僕やっぱり H ジャングルの一員としては本当にあ、ね、確かにそう確かに、いやいやまあまあ一員は一員いやこれでもマジであの儲けはほんまに冗談抜きでこれ折半にしてくださいほんまにこれはほんまマジやから違う違うそれは俺が決めることじゃないいやいやそれはお前が言うたらええんやんじゃああれは小室が決めることですからいやいや、まあ、それ小室が決めようが何しようが、うんうんうん、いや、これはダウンタウンとしてお前待て、お前は不細工浜田しか言うてへんお前な、じゃほんま頼むわ、もうそれ言えよ、お前これもう折半にしようやもう俺一生懸命歌ってて、お前ビーって。お前な、もうな、金のことはもう言うないや、お前やだからそういう意味での金のことはもう言うな俺にちょっと貸せマンション買うてなんでなんでやねんだからちょっと工面してほしいなと思ってねちょっとなんで俺が工面せなあかんねんお前さレコードの金なんて前や振って湧いたよそうそうまあまあ言うてもそんなもん自分でこうガッと行こうじゃないでしょ全部小室さんですよそんな私のものも確かにまあかなりね向こうには行く俺はもうガバッと行きますからもうほんまでもえらい時代やなお前のあんな青みたいな曲がなでもちょっと大手やあやっぱ覚えやすいねや覚えやすい覚えやすいな覚えやすいねあれあそうですかいやもうこれしゃほんますいませんでしたこんなわけのわからんのがちょっと入れたぐらいでねそうなったらほんま申し訳ないですミュージシャンの皆さんには勝った人いるんですかおらんやちょっと買おうやあ今一人ブサイクがあのかまへんそんなんは関係ないもんな関係ないやんそれは関係ないもんな君失礼やな国土さやこいつはぁ暑いね暑いこここめちゃめちゃ暑いわここめちゃめちゃ暑いほんま暑いほんま暑いですよちょっとね、寝不足でねあ、そうですか特にちょっと体熱いんですけどね今ほら、なんかうるさいのよ、選挙のあれで、ねうん、ちょっと寝れなかったんですよあ、そうなん、まあ、寝れる、うん、すぐ起きるよ、そういうのにはいや、うちの周りあんまりそんなんないから俺、あかんねん、だから絶対耳栓して寝るもん、最近もうちょっと寝よう、あれなんで、なんかパーってうとうとうと仕掛けたら何もしてんのにピシッとかなるときあるあれはあれやろなあなんとか現象や違うねんそんな大した現象じゃないねんけど、ね、なんかピシッとかなあと冷蔵庫がうんこれはお前モーターが一回あれしてるだん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 焦ってくんねん寝な昨日の夜もそうやねん寝なあかん寝なあかん朝まで寝られへんねんよでもそれでも耳栓して寝なあかん寝なあかんと思ったらさおだけ耳栓してんやから聞こえへんやんはっきり聞こえたんやな、竿だけはねえ、まあ、3本ほど買うてるもうセッティングしてるお前、来るたんびに3本買うのセッティングしてる間にもう時間もどん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 こうそんなお前
そこへ細ほど洗濯せえへんやろ。ほれもう寝よう思たら冷たい冷やしわらび。どうすんの。服だけはお前はすごいよな。それそのまま返したの。いや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 。あ、ほな、いや、なんや。ほんなら。ほんなら性欲は受け持ったってもいいけど禁欲はお前すごいって。だからお前そんなん別に俺のそのあれが金よこせとかいうことじゃないやないか。お前別にそれやったら何言ってるか全然わからない。別に CD の金はどうでもええやないか。いやいや、どうでもいいことないですよ。ほらそれはやっぱそれ時点でおかしいから。そんなもん違うやん。違うねん。違うよ。違うよ。おう、そういう手で来た。違うね、俺は禁欲ないよ、ないけど、うん、お前の禁欲は憎いから。なんでやねん。いや、俺禁欲ないけど、お前のその禁欲をむちゃくちゃにしたろうと思って、俺は俺金を稼いって言うてるわけですよ。いや、そんなお前、もう金はいっぱいあるやんけ。あおか。いい。おう、そういうパターンでした。なに、なに。ないわ、ハゲ。ああなんでハゲたんやろ。かましわ。ないないやねん。ないない。じゃあ、あるっちゅうてね。だからあらこと言えもん。そうもない。そんなに金欲しい。いやだから。いやほんまにほんまにほんまに。ほんじみあれ。ほら見てみ。ごっつ金欲しいねん。見てみて言うから見たんやんか。あ、1000円やとか言うたかお前。めちゃめちゃ金欲しいねん。なんでやねん。お前やらしいわ。やらしいな。絶対見るか。あれへんし。お前ね、もう頼むわ。もうマジでな。ほんまにもう困りますわ。困りはないですよ。いや、やばいんですよ、本当に。何がやばいんですか。今月ピンチなんですよ。お前どんな生活してんの。何本ほど使うねん1ヶ月。いやいやいや、それ使えへんよ。だからもう出る金が少ないやんか。もう削られて削られて。やがる、ハゲたこと言うな。いやいや、ほんまにほんまに削られた削られた言うたって。お前なんでそんなの十分やがる。何に使うねん。違うねん、お前はな、これな、お前ほらいろいろ汚いことしてるやんか。なんや、スナックやったりしてるやんか。してないわ。ちょっと待って、スナックはやってないで。人を汚れ芸人みたいに言うな。髪染めたりしてるやんか。いや、してないよな。スピッツ凍ったりとかしてるやん。なんでスピッツ凍ったらあかんねん。いや、凍ってないけど。な、アコーディオン持ったりしてるやんか。いや、だからそれやめて。なだ、削られて削られて、なんだかんだで俺手取りほんま16ぐらいな。嘘つけや。嘘つけや。お前手取り 16? いや、まあ言えや、うん、そんなもんなんですよ。あおか、お前そんな気持ち的にはね。気持ちやん、あれへんわ。実際入ってるのなんぼやん。いや、ほんまになんか病気とかなったらどうしようかな思ってね。入院とかするようになったら。そうそうそう。ほんまにもう、だからほんまマジでここでテレビの前ではっきり約束してください。その CD の売り上げは折半っていうことに。いやいや、うん、だから俺は関係ない言うてんねん。いや、お前関係ないことだよ。お前がちゃんと。いや、握ってんのは小室さんやん。違うねん、だからその言うんねん。必死やん。金欲しいねん。じゃあ、別にいらんねん。別にそんなのいらんけどな。あ、いらんねんってええから。でもお前が、ちゃ、お前アホやな。なんで静かに。お前な、いらんやん。この CD の金は、これはダウンタウンとしてやったことや。これは折半やねんって言うねん。ほんなら周りの人間はボロ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 泣くわけや。なんで。いやいやいや、その綺麗さによ、お前の綺麗さにみんなボロ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 泣いて、次の日にバー出るわけや、うん、は浜ちゃん相方重いってバー出るわけや。なおい、おい、そんなんやっただけで新聞いてんの。いや、そういうのもお前やっていかないかんでって言うてる。なんか説得力ないな。ええ、まあ本当にそうしてください。お前どうせあれよ、この3月何日で、あれでしょ、締め切りしたでしょ。締め切りって何やねな、申告や。まあお前に怒ってもしゃあないけど。申告終わっとんねこれな。ああ、申告な。ああいうの何月ぐらい出んねやろか。
どっちやねん、こっちは知らせるとお前6月や言うとるし、あっきりせよボケ。うわぁ、まあまあ5月ぐらいに出たとせえや。出た、出たとしましょう。1番ですよ。何が？だからそれは、あのね、それは納めた額が1位なんですよ。ということは、そんだけ納めてる、1位なほど納めたんやから残ってるわけがないんですよ。もうパンツ破れてるんですよ。いやいや、なんぼビンタされても破れてるパンツは治れへん。だからもううんこも取れへんようなパンツ履いてんの。洗っても洗っても泣きながら洗っても、うんこだけは取れへん。捨てたらええやん。いやでも、もう捨てたらええやん。しゃあない、でも履かない。なんで履くん。ないもん。ないわけないやろ。だからね、違うね、みんなね、俺らね、すんごい生活してると思ってんのよ。思ってんねん。もう俺なんかすんごい生活してると思ってんねん。もうヒャヒャヒャ言うてろ。もう何も、プーン、プーン、プーン、何すんの。いや、ほんまにほんまに。そんなん思ってるやろ。でも思ってんねん。CQ、CQ みたいな。そんなんやろ。それなんやん。いやいや、わからんけど。それなんやん。いや、そんなんや思ってるよ。もう家帰ったらこんなんつけてろ。いや、だからなんでやん。なんでやん。落ち着こうや、家帰ったら。もうな、ほんまに質素なんですよ。もう、ある冷蔵庫開けてもなんもなくてね。それお前買いに行けんから。もうそれだけ思って。サラ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 。お茶漬けかい。ごちそうさま。それはお前の言い方やな。何食うたってごちそうさまって。ほんまこんなんなんですよ。いや、ほんまにその辺ね、もう笑ってほしいな。ほでな、ええねん。ほでな。じゃほでな、ええねんけどな。ヨウさん払ってもええねんけどな。なんか特権をくれっちゅうねん、俺は。あ、それは言えてますね。そうなんよ。俺、車の渋滞なんか巻き込まれるんやから。ほでな、俺を先行かせっちゅうねん。ヨウさん払ってるで、と。なんかもう、夫婦みたいなやつなんか。そんな奴らのために俺行かれへんねんで。何夫婦言い直せ。なんか貧相なね、その奴らのためにはな。どけと、俺はいっぱい張るとんねんっていう気持ちわかるやろ。あれ、俺客を敵に回した。さあ、ほんだちょっとあの質問っていうの。あ、そうですか。やっていきましょう。わかりました。ダウンタウンの浜ちゃん、まっちゃん、お元気ですか。お久しぶりです。いつもこの番組を楽しみに見ています。この番組のファンの一人でもありますので、これからも長く長くこの番組をやってほしいなと思ってるんですが、はい、それではあの何かにこう触れた時にパチってくる静電気があるじゃないですか。あの静電気をどうしたら防げるか、ずっと疑問だったというか。これを防ぎたいんですけれども、どうしたら防げるでしょうか。こんなアホみたいな喋り方するの。ヒエーイ。何そう。いつもこうやります。え、それ防いでへんねん。それ臭いもんに蓋の論理や。やめえアホ。でもパチッとはなれへんもん。なれへんけど、それはその場しのぎや。次いいや、その場しのぎで別に。殴ったりして悪かったが、しかし懐かしい。静電気でどんな字書くねん。静かな電気ですよ。そう。いや、知らんかったやろ今。知ってたわアホ。今そうって言う前にそうって言ったよ。いいですか、摩擦熱。はい、じゃあはいやないよ。摩擦熱。はい。言えー。1番摩擦熱、一生懸命歌います。一番摩擦熱。言うてみ。はい。言え、摩擦熱って。摩擦熱、摩擦熱、はいはい、これが静電気の犯人なんです。この摩擦熱を防ぐことによって静電気をこの世から打破することができる。はいはいはい、いいですか、歩いてみなさい、はい、歩いてみなさい。
お前は歩けるはずなんや、ほんまは。それでは、それでは思っきり摩擦熱、一番摩擦熱、摩擦熱を作り合わない歩き方っていうのがございます。はあ、教えてください。それなんですよ、ばかりでしょ。うん、あ、その歩き方してたらこんなして歩いたら確かに楽しいかもしれん。そんな歩き方してないじゃないですか、誰も。わんぱくに見えるかもしれん。いや、見えへん。でも静電気がいっぱい溜まってるんです。はいはいはい、いいですか。はい、それをなんとかしないといけない。その歩き方があるんですか。床に触れないように歩きましょう。え、はいはいはい、おこい、お菓子もあるよ。あれおかしいな。触れないで歩くというか、摩擦を起こらないようにして歩いてごらんなさい。お前ほんまアホみたいな顔してる。いや、アホやな。ちょっとね、こうね、摩擦を起こらない歩き方、はい、いいですか。これは何？これは関係ないです。いや、手と足離れたらダメですよ。え、手と足離れたらダメ。離れへんよ、こういうことちゃうんですか。え、何が何が何が。同じ動きってことですか。うん、あ、はい、こうやってたら、うん、絶対に静電気が起こらないんですよ。急がれへん、うん、でも嫌じゃないですか、こんな歩き方すんの、うん、だからほんまやめましょう。やめんのかい。え、ダウンタウンの皆さん、こんにちは。お久しぶりです。県人会の小池です。さて、日本を取り巻く様々な国との問題たくさんあります。日米の貿易問題もありますし、中国との問題もあります。それからアフリカの難民の問題も抱えているわけなんですが、今一番国会でホットな話題といいますとケドです。さて、このケドの問題、あなたの考え、特に松本さんに聞かせてもらおうかな。何やケドって。ケド、 KEDO、 ご存知なんですか。ご存知なんですかって、中心やん。え、じゃあ何が。俺を取りました出来事やん。衆議院で。そうですよ、 KEDO ですよ。え、何のことなんですか、けどって。アホやな、お前は。お前な、もっとな、これから世相を切っていかないかんねん。世相を切るかどうか、これが世相を切る。いろんなことをいっぱい知っとかなあかん。いや、そりゃそうです。お前けど分からんの。はい、あ、そう、うん、いいですか。はい、オゾン層。またやな。何回言ったそれ。はい、オゾン層っていうのは何や。ほんな、いや、何なんですか。いやいや、俺が聞いとんねん。いや、先生に。いや、僕分からないです。先生教えてください。オゾン層というのは、はい、お、あー、うー。あ、おいらさん。まあ、オゾン層のことはまあ、ええんええんですか。いいんですか。はいはい、お前何を考えとんねん。はぁ、あの時。なんで今そんなこと怒らんの。いや、けどですよ、けど。けどのことを今言うんや。教えてください。分かっとるからな。すいません。お前、お前な。はい、あかんぞ、お前、あんなことでは。気ぃつけ。はい。その変な間やめよ。けどや、けど。けど、け、あのね、こういうのはみんなね、全部できてるわけですよ。KEDO、それを考えていったらわかるわけです。わかりますか。いや、わかりません。K、K は何の略。いや、それを聞いてるんじゃないですか。何なんですか。北アメリカ。大丈夫ですか。いいわ。いいわ。イングランド。D はドイツ。あ、引けてます。次で落ちやな。任しとけ。 OK。 じゃ最後の O はオーストラリア。落ちてな。 OK。 OK。
キリン。なんで急に言うの。キリン。はい。いいわ。いいわ。イルカ。いいですね。ね。いいですね。だんだん分かってきましたね。はいはいはい。D は。D はドッグ、犬です。そこだけドッグに。ちょっと待って、ちょっとみんな聞かせ。みんな聞きたいことがある。チョコだけでなんや。え、なになに、チョコだけって英語かい。これ言うてない。チョコだけ言うたかな。まあ、チョコだけって言うてないって。何K がキリンでしょ。K がキリンや。 E がイルカでしょ。イルカでしょ。もう死んだ当てたやん。 D はドッグ。あ、そこだけね。そう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 。最後王ですね。そう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 。オチですよ。王ですよ。任せてください。の王オーストラリア。最初にやっとく。これの前にやっとかんと。これはあ、あります。ちゃんとやりましょう。ちゃんとやりましょう。景気悪いんじゃい。セリフになってますけどね。 K はね、景気悪いんじゃい。 E は、いい、意外にしろ。いいですね。 D、 どうなっとんじゃい。いいですね。 O、 おう。ずっと怒っとんねん。書いてもあかんがん。そうやけども、浜田君、僕分かれへんもん。地味地味。やめん。そんなんいっぱい聞かれても僕分かれへんもん。もういいです。次行きましょう。こんばんは、東千鶴です。花粉症です。今日はちょっと辛いです。最近私もちょっとずつではありますが、大人の女になってきたなと。もうすっかりずいぶん前から大人という声もありますけれども、そこでおばさんやなと思う時はどんなことでしょうか。まあ、女性を見てて、あ、もうおばんやなと思う時っていうのはどんな時でしょうか。時々あんたたちもおじんやなと思う時ありますけど。それじゃあまたね。何言うとんの。おばはんや、おばんくさいなと思う時はどんな時ですか。ちゅうかな、男ってな、ある程度こう段階を経て老けていくやんか。はいはいはい、ちょっとずつちょっとずつ、はい、女ってな急に来るよな。一気にね。先週の金曜日まで普通やったのに。それは週のそれは何かあったんやろ。あ、そうかな。おじさんとか見ててどう思う。臭なったらとか。それは何、何でしょう。あ、これは大丈夫なんやな。なんで大丈夫やん。なんで大丈夫やん。それが臭くなったら、そうそうそう、うわ、気持ち悪い。あ、何それ、何臭なんの。それが年取ったらだんだん臭くなっていくわけ。35あたりからおかしいぞこれって。え、それは何、どんな匂いするの。獣みたいな。それはでも今まで通りそうでしょ。いつも獣みたいでしょ。でもね、俺はね、ほんまに大丈夫やで。体に臭いとこないのよ、俺マジで。は、お前なんかもう何、カレーの原料ぐらいいろんな香辛料が入ってるやんか。何を言ってんの。もうここ臭い、ここ背中臭いよな。なんでやねん。ちょっと待て、こう言われんのええわい。背中臭いって、お前そんな臭いわけない。背中が、うわ、ゾウみたいな匂いする。どんな匂いよ、ゾウみたいな匂い。俺ほんまないね、足も臭ないし脇も臭ないし、もう全然チッチンなんて全然臭ないね。ほら見てん、気持ちいいもん。ちょ、俺も一緒やもん。いやいや、俺の方が気持ちいい。いや、俺の方が気持ちいい。おか、お前分かってない。俺の方が全然気持ちいいもん。全然分かってない。俺大して気持ちいいことないって。いや、俺めっちゃ気持ちいいで、今めっちゃ気持ちいいで。わかってる。こんばんは、
私常論電機の社長宮井俊雄でございます。私の夢はやはりもう先はわずかですけども、宇宙に行きたいという夢は持っております。浜ちゃんまっちゃんの夢を教えてください。おじいさん先はないんですけど、はいはいはい、このオンエアの時にもこれは何月何日に今出てると思います。宇宙に行きたいらしいんですよね。ああ、うん、これは僕と一緒ですね。え、宇宙に行きたい。宇宙に行きたい。なんでです？僕の場合は、あ、宮治さんは宇宙に行きたいと言いましたけども、僕の場合はまた宇宙に行きたいんです。過去行ったことあるっていうことですか？ そうです。またあの時のように宇宙に行ってみる。それはいつ頃の話なんですか？あれはね、大正あれはね、僕が高校1年生の時。高1の時に？高1の時行きはった？行ったの。一人で高校1年といえばね、すごく思春期の頃ですよ。思春期やん。思春期ってね。あ、まさか思春期知りません？いや、俺が言ってんのは思春期。お前が言ってんのは思春期知りません？思春、お前え？思春期って言ったよな、思春期って言って、うん、お前思春期知らんの？知らんよ。ほんまに主人公知らんのか？知らんがな。ほんまもうええわ。いや、なんでやいや、知らんのに話してんねん。教えたらええがな。ほんなら、なや、俺が宇宙の話する。それはその後や。主人公の話を話せなあかん。まずそれから。もう、主人公も知らんのか、お前は。アホやな。ごめん。気ぃつけよ、俺は。はい、で終わるなよ。教えろよ。主人公はもう、宇宙の話。オッケー。ね、はい、主人公の頃に、あ、主人公の頃に、はい、ね、はい、家でいろいろやっぱりあるわけですよ、うん、でこんな家もう嫌やと、うん、出て行きたいって、うん、家でしたことございますか？家ではないですね。あ、ないんですか、うん、私はあるんです。はいはい。それで行ったことはあるんですよ。どこへですか？なんか宇宙へ。家でで宇宙へ行ったんですか？家でで宇宙に行ったんです。どうやって行ったんですか？出会って行った。いや、出会って行った、どうやって行ったんですか？あのね、はい、まずその生き方っていうものがあるんですけども、うん、リンスを。もうええ。ねえ、塗って2時間おんのかい。いいですか？こう上を見るでしょ。宇宙に行きたいと思うんですよ、はいはい、行けるんですよ、それは絶対に。口開いてる。言うてる意味が分からない。宇宙なんか行ってないですよ。うん、どうしてほしいの？いや、何を言うてんの？それは俺が言いたいわ。何を言うてんの？どうしてほしいの？お前はさっきから。家にタンスとかありますか？タンスぐらいありますよ。タンスあるでしょ、はい、こうバッと開けるでしょタンス、うん、でバッと閉めるんです、うん、一回中に入って、はい、でバーン出るんです、うん、そこが宇宙、はい、前にガキの喋りの中で最後にあなた絶対手を振らない、あ、言いましたよね。もう言いますよ。あなたよくあのテレビの番組で終わりにさよなら、ま、来週のこの時間までごきげんようとかやるやんか、うん、なんであんなんすんの？ファンが欲しいの？振ってそんなん、なんで媚びを売ろうとすんの？媚び売ってないからさよなら言ってるだけよ。じゃあそんなんダメですよ。僕はそういう男ではないのですよ。たまーにする時あるやん。でもないですよ。いや、ありますよ。いや俺今まで番組一回もさよなら、たまにたまーにする時は何か理由があんの？ないわないわ。はい、さあこういうふうに、まあ、言うてますけど。いや、ないですよ、ほんまに。ほんまにないですか？ないです、絶対ないです。おかしいなあ。僕はね、いつもこうテレビこう自分でテレビの仕事をしてるときにもう一人の自分が自分のテレビを見てるという設定で。さあ、ほんなら VTR 見てもらいましょう。はい、検証 VTR。次回パート5をお楽しみに。
なんやこれ、最後のやつなんてこの間の野球券やあれ。なあ、去年のくれや、あれ。あのね、これ理由言わないかん。いやいや、そら理由も何もないやろ。別に意識的にさよならって言ったからこうやっただけのことでしょ。いや、そう、いや、自然とさよなら言われた体がこうなってたんでしょ。あのね、酒がね、酒が切れるとどうも手がダウンタウン、どこに女のセックスアピール感じる。これ絶えず頭の中って、これパカンと頭割ったらもう未だに55にも6にもなって頭の中女のことばっかり考え、あの子にモテたい、あいつ差し寄るかなとかっていうのが常に意識があって、それがまあひょっとしたら若くいられるのかもわかんないんだけど、中性的な青い魅力みたいなのにたまらん魅力感じるんだけど、言葉とか仕草とかでどんなところにセックスアピール感じる。女の子も参考にしようと思うから、ぜひそれ二人に聞きたいわ。これ僕マジで言わせてもらっていいですかね。あ、いいですよ。変態と思われるかもわからないんですけども、いや、もうそれはもうその前にこの番組出る人は分かってるよ。感情してほしいとか願望あるでしょ。もうそんなんもうクリアクリア。美しいものにちょっとした、何かがあるときに僕はすごい興奮するんですよ、うん。例えばどういう感じなんですか、その美しいものにちょっとしたもの。例えばすんごく綺麗な女なんですけども、うん、鼻くそが出てる。クソですよ。はい、そうですね。言うても、うん、そんなもんが顔の真ん中にあるわけですよ。いや、まあまあありますね。すんごく興奮しませんか。興奮はせえ。それがそよいでるわけですよ。ふーふわーふーふわー、はいはい、なってるわけですよ、はい。なんかすごく、あ、分からんかな、うわ、これ分かってほしいな、すごく、なんかそれで逆に嫌になるっていうことはあると思うんですよね。なんねんけど、うん、それはなんねん、なんねんけども、それがまたちょっと興奮するんですよ。例えばご飯食べてるやん、うん、どっかでまあご飯食べてるやん、うん、鼻くそパーそよいでたんですよ、うん、うわ、こいつ鼻くそそよいでるわ、シャレならんと思うやん、うん、それは分かる。ちょっと失礼って言って、へっこ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 、そう、ただのアホの女やん。トイレ入るでしょ、うん、出てくるでしょ、鼻くそなくなってみる。うーわ、鼻くそ取ってきよったー、ちっしゃー。なんでやん、すんごい綺麗のにこうした時に歯ぼきみたいになってるやつ、めちゃめちゃいいわけですよ。いや、俺はそれは嫌やわ。なんでよ、すごいじゃないですか、もうガー出てるわけですから、こうやって操縦できるんちゃうか、走るんちゃうかと思うの。その部分がそこで電波キャッチしてくれるんちゃうかなと思うじゃない。それは直してもうたら困るんや。それをだから切ってしまわれるときついねんやな。ほんま切ってほしいんですよ。どないやねん。切ってほしいねん。わかります、わかります。切ってほしいねんけど、うん、切ったらあかんねん。でも切ってほしいねん。ずっとあるんですよ。その綺麗なものに傷があるっていう、そういうとこがやっぱ一番興奮するんですよ。でも昔はちゃうかってん。何が？昔なんか一緒にこうやって喋ってても、ブーンとハエ止まっただけで嫌いになったりとかしてたじゃないですか。肺に止まられるって言ったら、それはもううんこと肺はみなしたわけですからね。肺にしたらもうそれは、あ、こいつうんこやと思って止まったわけか。楽なんですよ、肺にしたら止まった時に、はぁ、やっぱ落ち着くわー言ってるわけです。それはわかります。ということはもううんこ扱いなんですよ。あー、やっぱうんこの上ええわー、うん、ね、おかんがよう言ったでしょ、旅行とか行って帰って、やっぱうちええわー言って。そうでしょ。金持ってるやつは違うな。はじめまして、パンチ佐藤です。質問があります。以前パンチパーマをかけていたことからパンチ佐藤というニックネームをもらったわけですけども、そのパンチパーマをかけた理由は、当時20代だった僕はスポーツ狩りで飲みに行っても、ピンク関係の店に行っても、あら、学生がこんなところに来ていいのなんて、ホステスに舐められたりとか、よくしたもんです。そういうことからパンチパーマをかけました。どうでしょうか、なんかこの舐められないためにこんなことしたっていうような話を、聞かせてください。まあこれはもうよくあることですよ、うん、誰でも一時は思うそうですからね、うん、まあ僕はあんまりこう舐められるということはなかったですからね。ずっと一目置かれてたから。プレスリーの再来って言われてた。
それ怖がってんねん、気持ち悪がってんねん。ちゃうちゃうちゃう、気持ち悪がってへんよ。気持ち悪いから寄れへんかった。違う違う違う、もうみんなが俺をなんかすごい目で見てたからね。やっぱ気持ち悪がってんねん。いやじゃなくて、もう俺が行くとこもうプーってなって、みんなバカじゃないの。いやだから高校の時でも学生服はあのあつらえてたからね、胸開いて胸毛出てます。ないがん。でこういうのバーッと。それで行ってはった。そうそう、でこういう感じでもう行ってましたから。そう、ちょっといつもより早いんですよ。何が？あの始まりが、あ始まりがね、もうケツがありましてね、私は全然ないんですけども、なんかこの後夜の人スタジオ出るらしいね。知らんがな、俺別に出たいなんか言うてないがな。いやうんやないよな。いや僕はあの今皆さんとダウンタウンの松本としてこうお話ししてるんですけど、もう彼はもうすでに H ジャングル。知らんがな、気持ちが。いやもうほんで一緒に行ったらええやん。いやいや一緒に行ったらええやん。どこへ？僕は H ジャングルではないからね。もう本当に大変ですね。急がなあかん割には君えらいゆっくりとした作戦な。そんなもん意識して切るんか。何が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 、今日はゆっくり行こうぜってこれ来たらするわけ。やはりこうダラダラしてられないんで、ね、いや別にいいじゃないですか、いつものテンポで喋りゃ。なんかね、ちゃうねん、俺自分のことやったらええねんけどな、うん、俺は人を待たすのはあんまりどうでもいいと思うんですけど。いやいやいや、そうね。いや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 、もう今年入ってからはもう全然そのことはないんですけど。理由があるっちゅうねん、だから俺が遅れてくるには全部理由があって成り立って、理由なしで遅れてきてるちゃうわ。もうなんでそんな必死になってくるわ言うてるわけ。お前あんな目に遭って来れるか時間通りに。そう知らんがな、どんな目に遭うか。それを言えっちゅうの。すごいことがあるわ。今日4時半入りやん、お前遅れたやん1時間半ぐらい。ちゃんと下まで来てたんやろ。来てないよ。ほんあのね、あのペットボトルが置いててね。いや用入らんかった。怖って入らへん。誰かに言うて取ってもらえへんやないか。ここの下にそんな山ほどペットボトル置いてんのかよ、お前入られへんぐらい。でも怖ってやな。ふー言うてやな。お前それ猫丸出しやないか。猫丸出しって。あ一回上まだどっか行ったんですよ。もう無理やと思ってね、今日は無理やと思って離れたわけ。離れたんですよ、このビルから。そうそうそう、うん、戻ってきたらもうなくなってたんで、ああオッケーと思って、おはようございますって言って帰ってきたことなんですよ。あそうですか。これ見てますわ生放送。見とこ見とこ。いやというかもう始まってますよ。あともうあとちょっと始まってますよ。ほんま、うん、もちろんお前はあのその生放送で行ったらこのガキのファンのためにも何かやってくれるわけ。なんでやねん。何で。しか出えへんがな、これ。みんなが溜まってるとこに別に座ってるわけじゃないですよ。うーわっ、ヒロミ GO みたいな扱いやん。別室やん。おわーやめろ。なんでこうやん。なんかみんなあの若い人間おるじゃないですか、こうなんかこんなんやってくれてる。あ、はいはい、クラブ系のなんか、はいはいはい、その人らを入れないかんから別スターを作ってそこで歌わなあかんんですよ。まあおいでもね、なんとできるわけじゃないですか、その握り玉出してるとか。そういうこと出しにくいがな。右ってアホやないやな。左出せとは言わんがな。どっちも関係ない、どっちも一緒やな。右も左もちゃんとルール分かっとるから。何のルールや。右はどういうルール。右やったら許されることぐらい俺も知っとるがな。あれですよね、人間ってね、はい、便利なようで便利じゃないでしょ。人間便利ってどういうことですか。体、はあはあ、もっとこうなんとかならんもんかなって思う時ないですか。え、どういう時にですか。もうこんだけ人間って生きてきてるわけですから、はい、ちょっと胸元にね、うん、
ポケットぐらいあってもよさそうなんだよ。いやだから服着てるじゃん。いやいや服着んでも胸元にちょっと小銭入れぐらいつけといてくれてももうええと思いません？なんで裸で小銭入れいるわけ？いるやんな。じゃあ例えばコンドーム隠しとくとことかあってもええやんけ。ほんならバーやってる時にこうパッて取ってピッてできるやん。あとは袋状になってんねやろ。そうや。いややん。いや俺はあってもええと思う。ほんで例えば腰のとこにちょっとピッとこう丸いの出ててキーホルダーいつでもつけれるように。いやだからなんで裸でキーホルダーつけなの？いやだからこんなんがついてんねん。だから革でこんなんいらんやん。これ引っ掛けたらどうすんの？めちゃめちゃ痛いね。あとあのねこうこうやるでしょ、爪楊枝で、うん、この時こうある。こういうもんがあっても良さそうだ。使う時はええわい。普段これどないなの？いや普段はこうや。なやや素のその人の顔は分かれへんやん。いやこれがちゃんとした顔や。これいらんやん。これなんや邪魔やん。いるよ。だからあの爪楊枝こう取った時点でもう、うーん。なんで自動へ。いや頭で思うからやん。いやそれはもうおろそうやん。いやいやちゃうねん。手と一緒やん。出したいと思ったら出るやん。それと一緒で出そうと思ったらもううわんうわんってなるわけ。みんなつけましょう言ったって絶対嫌がるよ。だからほれ例えば明日からでもずっと泳いでる。なんで？いやまあええかな。ずっと泳いでるわけです。で彼女ができます。その彼女もずーっと泳がせる。自分もずーっと泳いでる。なんでやねん。ね聞けたよ。分かったよ。でセックスするんです。いや美味しいな。子供ができます。できるやろ。その子供もずーっと泳いでます。だからなんでやねん。そしてちょうどそういう家族と出会います。おるかやそんな。でそのずーっと泳いでる息子とずーっと泳いでる娘が結婚します。もちろんずーっと泳いでます。はいはいはい。それに子供ができたら間違いなくここにキレがついてる。あそういう子はだからうーん何かまるでポケットがあるように、うん、ねこうやろうとします。ないです。あないねんけども、ないですけども七で明日からでも今日からでもやろうとします。ああそしてそれをやろうとする女と結婚します。いや俺ええんすよ。そうすることによって絶対ポケットはできるんです。これは生き物。いやいや俺その泳いでる方はなんかあもしかしたらって思うけどこれはないわ。これはもう無理ですわ。おお二つ欲しいと思ってる。なんで？いや便利やと思うんですけどね。あってもいいと思う。裸でポケットはいらんと思うな。かな。まあいいですわ。どうやっててもしょうがないです。はい。はい。はい。あがき出してください。高いな。突然ですが松本さんは辛いことがあると白馬に乗って草原を駆け回るというのです。まあそんなわけないから次行ったらいいじゃないですか。なんでバレてんのか。いやまあそう来ると思ってばました。馬持ってはるの？あのね持ってるっていうかね僕は動物を愛してますし、うん、例えば馬を飼ってるっていうようなことはしないですよ。だから自分のもんじゃないってことね。もちろん。はいはいはい。なるほど、はいはい、ただ、はい、僕が例えば辛い、悲しいことに出会った時、うん、馬は来ますよ。いやあなたの元へですか？来ます。というか動物たちが集まってきますよね。まず僕がへこんだ時にってなった時にはもうすでにここに鳥が止まってる。僕のその微生物を食べてますよねここに。お前気持ち悪いじゃん。お前の方がやばいやん。僕の藤壺をつついたりしてますよ、ね、来たななんか。
動物たちが集まってきますから、どうしたの、うん、っていうことですよ。王子誰が王子は、王子に涙は似合わないよと言って、はい、動物、各界の動物たち、各界いろんな動物たちが集まってきますよ。君でも前そんなこと言うてないやん。なんかピーとか言うたら来るとか言えへんかった。なんか合図したらやってくるけど、ここはホールやからどっから入ってくんねんとか。鳥類でしょ、うん、哺乳類は悲しい時に集まってきます。魚類は俺が怒った時に。なんで怒ったら魚類がやってくる。もうやばい。今のはやばない。それはお前自身がやばかった。スマホを見て座布団を投げるのはどうしてですか。だから興奮してるんですよ。違います。それでは答えにならないです。違いますか、うんうん、なんでなんでしょう。まあ座ってられるかいっていうことなんでしょうね。これはでも当たってるな。俺と今のグーは当たるよ。いややかましい。当たったらいかんわね。今のは良かったよ。あのね、うん、だから良、うん、かった悪かったは、うん、芸者の時に言う言葉。いやね。違う。じゃね。いつもええし、いつも綺麗。そんなことないがな、別に。その前の話かってなんやわからんまに終わってるやないかい。いやいや、みんなすごい。怒ったら魚類がやってくるって。そんなもんお前誰も信用せえへん。もう気分悪いわ。何が気分悪い。入れ墨見せるわ。いらんわ。なんで入れ墨見せなあかんの。気分悪いからよ。え、あのね、はい、怒りっていうのはすごくパワーになるわけですよ。ああ、一つのパワーで、はいはいはい、そしてそういうものには生き物というのはすごく敏感なんです、うん。何か災害があるとき、うん、動物が騒ぎ出したりします、はい、ね、うん、それと同じことなんです、うん、俺が怒るということは、うん、アースがアースがおかしいんです。地球がおかしいわけ。地球じゃない、アース。でもちょっと待って、あんたさっきみんなって言ったからね。そんなん言うてない。俺だけやない、みんな怒ったら魚類がやってくる言うたからね。そうや。ほなお前だけの話はあれや。もうええねん、お前もうおかしいわ。いやちょっと待って、お前つじつまおてへんじゃん。もうおかしくなってきてるもん。いやおかしいお前やないか。もう皮膚感がおかしい。いや何がやねん。もう老けてきてるもん。ウミガメはなぜ産卵の時泣くのでしょうか。涙流してますね。はいはい。痛いんでしょうな。痛いから泣くの。感動してるんでしょうな。ああ、自分が今子供を産んでることに。出してる出してる。ただほらあの行さん産んでももうほんま何匹かじゃないですか。はいはいはい。わし今卵産んでるけどボラボラボラ。まあ分かるような気はしますけど。でしょう。それでは答えになって。いやなんでです。いや違うってことですか。あなたね、悲しい時しか泣かないと思ってるんじゃないですか。いやそんなことないですよ。その感動した時も泣くでしょ。感動した時、うん、じゃあな泣く要素を考えましょう、うん、悲しい時、はい、辛い時、はい、へこんだ時、はい、それから思わぬように思うようにいかなかった時、はい、それからもうすごく落ち込んでいる。全部一緒やない。いいですか。はい、いろんな涙があるわけです。ああそりゃそうでしょう。そしてあなたはこの涙は感動した涙やとおっしゃるわけですか。悲しみの涙。いやその先を読んでの悲しみ、うん、感動、それどっちも入ってますよ、うんうん、でも違うとおっしゃるんでしょ。違うということですよね。もうそうなんですか。はい、ほらどういう涙なんでしょう。この涙はですか、はい、あのねー、これはねちょっと時間を思うた方が本当はあのなんかちょっとね、メスシリンダーとかね実験用具がいるんですけどね。いやなんで泣いてるかって、なんで泣いてるかっていうことを答えるのになんでメスシリンダーとかいるわけ。まあいいです、そんななしで話しましょう。
どうやねんお前は。何わしの意見は言うたやないか。それが違う言うたやないか今。そうですよもちろん、うん、だから何なんですかっつって何なんですか。何がですか。お前は何なんですか。何やねんな。何がいいな。何がいいな。言うてることが分からんって言ってんの。分からん。では教えてくださいって言ってるんですよ。ああ、はいはい、うん、ああまあね、別に感動して泣いてるわけじゃない、ね、いや、悲しくて泣いてるわけでもないわけ。そう、うん、そうですよ、うん、もちろん。いや、なぜ泣いてるんですか。はいはいはい、うん、これはねもちろんいろんな意見説があるんですよ。今一番正しいと思われている説はそうではないですね。あ、そうですか。はい、どういうことなんですか。あのね、まず親父、あなたはこのウミガメをメスだと思ってるでしょ。いや、産卵の時泣くのでしょうかっていうけど、実はねこれ最近分かったことなんですけど、おっさんなの。あなたほら、あなた男ですよね。子供産むわけないじゃないですか、はい、それが急に妊娠して、うん、産まなあかんようになったら、うん、泣きそうになるでしょ。泣きそうになるっていうよ、まあ泣きましたでしょ。そういうことなんです。ああ、なみちゃんやった。すごい目がキラキラしてます。何なんですか一体。そう、はい、帰ってます。帰ったらあかん。もうね、はい、大変ですね。何がちょっとしばらくどっか逃亡したろうかな。なんか飛びたなるときない。飛びたなるときほんまにある。あるよな、うん、まあ誰でもあるんでしょうけどね。あるんでしょうけどね。もう何やろう、車でこう仕事を向かう途中に、はい、もうこのままほんま箱根あたりまで行ったのかな。俺大阪のときそうやった。どうやこいつ、一回仕事入ってんのに南行かんと。何やったんやお前あれは。そのごっつ忙しかったじゃないですか大阪のときも、うん、ガーッと南行かな、うん、ガーッて高速走ってたら、なんで俺南行くんやろって思うんですよ、うん、なんでやな、アホゲーと思ってパッと見たらこっち神戸ってなったから、神戸にガーッてあるんで、あのポートピアの横の取っ手のとこにこうやって座って、いやもうな、海見ながらなんか座ってんねん。あー海やーって思う。いや、あのね、まあわかんねえよな、楽しいことないですかね。ね、エロビデオ借りに行っても全然最近思んないしな。もうね、もうあかんやろ。あかん。なあ、全然思んない。全然思んないよな。昔はもうなんか作ったのか思えへん。思いますよ。昔は借りてた時ももう半笑いやったし。いや、なにビデオ屋入る時からもうちょっと半笑い。ちょっと半笑いやもん。おいおい、ちょっと笑ってやったよ。おい、やっぱもな。いや、ほんまにほんまに今ないもん。今ないもん。もう今もうこんな顔や。そやろ。でも必死。あ、かなり古いやつや。そや。よう分かってるね。そう、もうかなり古いやつまで言ってますよ。そやろ。昔はもう何目指すもんが何ぼかあるわけでしょ、はいはい、身につけてるやつあります。それが開いてたらもうなあ、でも借りて車の時もちょっとドキドキしてね。ちょっと早く帰りたい。アクセルガーッと、ね、じゃろ。もう今ないもんそんなんが。ちょっと毎日楽しく、昔が懐かしいですよもう、ね、何を言ってる。少年から抜け出してね。何、
少年院から抜け出してね。ああ少年院、あ、うん、何や言うたら喧嘩してたね。あの頃のあいつが懐かしい。誰やねん、お前とちゃうのかい。俺やないわし、少年院入ってへんかい。なんか自分のことを語ってるみたいな喋りやったんや。人の話ね。いやもうねウェディングドレス着て逃げていったんだ。誰から逃げてんの。何が嫌でしかもウェディングドレスお前せやけどあれやな、お前ってカッコ悪いよな。前から分かってたこと。何がカッコ悪い、ね、お前はカッコ悪い。なんでフェスの。そしてブサイクお前のなんやもう生き様がブサイクやわ。なんでですの。この間ね、まあ違う番組ですけどね、発泡スチロールの上で、それか、こいつの5メーターぐらいの高さのとこがもうこうやってたまらんて汗だらーかいて、あげくの果てな失神してんね。失神はしてない、ずっともう気持ち悪くて寝てたんですけど、あのね、それまでわー言ってたやん、パッと見たら客がすっごい下に座ってて、うわ俺高いとこおるって考えたら、もう高いやんここと思い出したらもう若かった。汗だらぜひで高い高い、めっちゃ高いとこおるやん。やばいやん、こんな高いとこおったらおったら言い出したらもう気持ち悪なってきて、そのままで気づいたら神戸また座っててね。いやほんまあかんねんて。あれはちょっとなんかメッキ剥がれたいう感じやな。今までなんか最後のバクと気取ってたけどな。いや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 、俺もずっと言ってたから高いとこはダメなんですって。あ、それでお前最近カッコ悪いのよ目立ってるよね。なんでですか。もう一個思い出した。何がですか。お前なんや、夜のヒットスタジオめちゃめちゃ上がってなかったっ。俺はなもう相方としてな情けなかったわ。死ねえと思った。いやそれは認めます。なんか踊ってるけどガックガクや。喋るんちゃうからやな。おうもうドキドキしてたんですよ。いやほんでね、おうもう喋りもなかったんですよほんまは。あ、もういきなり歌うつもりやったんや。そうなんですよ。で歌い終わった後もコマーシャル行くはずやったんです。で終わったらなんか関口さん話しかけてきたから、もうそれもなんか早いこと終わりたいのに。そうそう、お前はもう締めよう締めようとばっかりしてたけど関口が全然それを許せんかった。あれもたまらんかった。どうもありがとうございましたって言われたたびに3回か4回ぐらいどうもありがとうございました。え、それでね、浜ちゃん、浜ちゃん。はい、何ですか。それでは歌っていただきます。はあの話を、これ何の意味があるのかな。いちいちええやんけお前。誰くせに。じゃがしゃあ。お前がしねえボケ。お前がってどういうこと。誰も何も言うてんお前がさっきしねえ。お前がしねえ。何がしな。えげくさ。お前息臭いね。ちょっと待って。違うと喋る。何やねん。何や。俺は一番息臭くない。一番ってそれだ、誰を誰と比較して一番や。全人類の中でも一番や。あおっか、お前臭いわ。お前が死ね、さっきだから誰に言ってんの。お前な、お前が言う、お前の方が絶対息臭い。いや全然臭い。いや全然臭い。勝たれへんって。いやいや違う、お前臭いで。お前何階級制覇してる思てんねん、生き臭い。何がや。いやほんま、あ、いやお前ほんま、まあ、臭いでええわ。臭いでええ。やっぱり臭いねん。いや臭ないけど、臭いでええけど、俺は所詮生きの臭さやろ。お前ちゃうもん。お前なんかほんまに猫の死んだみたいな。猫の死んだ猫の手の指の間みたいな。ややこしい。
あっさり行こう。考えないか。猫のここみたいな匂い。俺、匂ったことない。死んだ猫のここ、匂ったことない。まあ、こんな一遍匂ってみる。すごい。だからなんでわざわざ死んでる猫のここ、持って匂わなかった。ここみたいな匂いするわ、お前。ほんま臭い。ほんまに臭いよ。いや、大丈夫。全然大丈夫。いや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 お前が大丈夫と思ってるだけやねん。それはもうすごい。それはお前もそうやで。あのな、お前がな、もう臭そうやもん。いやいや、ほな言わしてもらう。これ言うたらシャレならんもだから言えへん。なんやねん。お前の子供がなんでお前に懐けへんか知ってるわ。懐けへんって誰が言うの。臭いからやねん。知ってるか。いやいやいや、まだかけるか。ほんまに臭いねん。臭ないよ。いやいやいや、ごめん。いやいや、ごめん。ほんまごめん。ほんまごめん。自分な病院行った方がいいで。ほんまごめん。ほんまごめん。いやいやいや、忘れて。ごめんごめん。まあ、ちゃん臭くない。ごめん。俺のとこは、俺のとこは使ってもらって結構よ。シャレやから。いやいや、俺のも臭い。全然シャレやから。使え。これはもう使われへん。来い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 。これはもう使われへんから。いや、使われる。本人がええって。なんでお前がいろんな雑誌に叩かれてるか知ってるか。誰も叩かれてる。俺叩かれてへんがな。俺叩かれてへんがな。うわ、もうな、俺わざと鼻を悪くしてんねや。嘘つけ。ジル銀行が言って機能を弱く弱にしてくれ。頼っとんねやから。下水菌。常に偉いやつが近くにおる。そうそう、さあ、あんまり匂えへんようにしてくれ。頼んど、頭下げて頼んどんねん。ほんまさ、まあ、ほんますんません。びっくりした。あ、すんませんでした。初めて会うた時びっくりしたよ。何がいいの。びっくりしたよ。お前の息を匂うとか言われもん。俺はほんまびっくりした。なんでや。髪の毛抜けたもん。ズボーン抜けたもん。精神的なもんだよ。ここの首の毛がボロボロ取れてる。松本さん昔医者だったそうですが、一番難しかったオペは何ですか。僕ね、あの、おい待て。いや、あなた、ね、ちゃんと何なんですか。いや、全般ですよ。全般って医者は全部分野があるじゃないですか。飲食住ですよ。分野があるやろ、外科とか。僕が今までやった手術で一番難しかったのがね、胆石。胆石なんですけど、はいはい、その胆石が痛くてたまらない。はいはい、でもソバージュをかけてほしい。いや、それはあなた分野違うじゃないですか。これには大変な骨を折りましたね。医者がなのに骨を折ったというのもおかしな話。ブルー。浜田さんを軽々と抱え上げてしまう松本さんのようなたくましい体を作るにはどうしたらいいのですか、教えてください。教えたりえ。なんで俺はこんなに力があるか。はい、あ、そう聞きましょう。まず親父がすごくスパルタ主義やったから。あ、そうですか。親父の影響が。ああ、そうでしょうね、うんうん、このスパルタがもう半端なかったからね、門限4時やったからね。いやいや、門限全然力と門限はまあ別物やから。うう違うわな。4時に帰ってこいっていう理由がある。それを聞けや。はいはいはい、ね、はい、で4時に帰ってきて、はい、あと腹筋ですよ。あ、なるほど。腹筋を1000回はい、これはもう当たり前のように。あ、なぜそうなのにふにゃふにゃなの。いや、ふにゃふにゃって誰が決めたの。いや、決めたって触ったの。いやいやいや、それはお前の方が全然。あ、こんなあかんわ。ヤモリやん。あ、今のよかったな。そうそう、俺
ヤモリみたいですけどね。お前もヤモリやね。あれ気持ちいいもんな。ほら。お前こんなん動物に対してヤモリですよ。いやだからお前俺はもうカナブンですよ。カナブンも嫌やな。え、カチカチですから。いや、カチカチちゃうやん。いやいや、今気を許してるからです。気入れてる。お前に懐いてるからです。なんで懐かなかった。腹筋やってたんや。腹筋やってた。前回はやってたね、親父。親父やった。お前見てたんや。わしやるから4時に帰ってこい。だから親父はすごかった。